リッツパーティーということでね、自分のご褒美でやっていこうと思いますよ。とことんとこいとうと、アシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は2月の16日金曜日になりますけども、はい、今日はですね、バラの冬作業を頑張った自分にご褒美ということで、あのエディブルフラワーで有名な中井ローズファームさんのね、いろんな商品をね、ちょっと楽しんでいこうかと思いますよ。こちらのローズリーフティー、そしてこちらのね、ローズコンフィチュール、こちらのね、ユーズとスプリングとサマー、この3種類を楽しんじゃおうと思います。こちらの、はい、リッツでね、リッツパーティーということでね、自分のご褒美でやっていこうと思いますよ。はい、こちらのね、ローズウォーターもありますので、こちらをね、とこさん振りかけながらローズウォーターを振りかけながらね、バラの香りとともに、バラの、はい、コンフィチュールをいただいていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、くーちゃん楽しみだね。まずローズウォーターから体に振っていこうか。いいねいいねよし、じゃあね、このローズウォーターね、香水とは違うんですけどね、このローズウォーター、うわー、めっちゃバラのいい香りがします。ほんのちょっとだけね、この手に取って、うひょー、あー、いい香りがします。はい、こちらを、うほー、うわうわ、あー、うわ、もうバラのシャワーを浴びたような気持ちよさですね。おお、あ、もうこのバラのない時期にね、このバラの香り癒されますよね。うーん、はあ、さっぱりしましたいやー、ちょっとね、おじさん、なんとかこの加齢臭が収まったかな、これでねえ、このローズウォーターはね、すごくいいんですよね。このヨーグルトにかけてとか、アイスクリームにとか、カクテルにとかね、炭酸水に入れてとかね、え、マスクに一拭きというのもいいかもしれないですね。もうちょっとね、バラの香りをまとってバラをいただいていきましょうかねえ。くーちゃんどう？うー、とこさんいい匂いねえちょっとこりゃちょい悪おやじになれるかなよし、じゃあね、こちらレッツの方でね、こちらのコンフィチュールいただいていきましょうかね。まずはこちらの、あれだな、ローズリーフティーでこちらを作っていこうかな。ローズリーフティーをね、よーし、どうかな。うんね、このティーバッグに入ってますので、ローズリーフティーを飲みながら、はい、こちらのね、コンフィチュールリッツパーティーやっていこうかな。はい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 、じゃあね、このローズリーフティーを作りながらやっていきますよ。はいねー、そう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 、コンフィチュールはこんな感じになりますよねー。コンフィチュールもね、お召し上がり方はヨーグルトにかけて、アイスクリームに添えて、スコーンに添えてね、ブルーチーズに添えてとね、いろんなね、はい、食べ方ありますけどもね、ちょっとね、普段の食事にね、この
バラを添える、花を添えるでなくてね、バラを添える感じでいいと思いますけど、トコさんはね、もうこちらね、ちょっとじっくり味わいたくて、このリッツでやっていきますよね。スコーンってなかなかね手軽にないんで、リッツだったらすぐね用意できますのでね。はい、よーし、じゃあ一人リッツパーティーやっていきましょうかね。うん、さあ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 、まずはよいしょ、リッツってたまに食べると美味しいですよねまずはそのまま食べてみましょう。うん、うんうん、とってもサクサクで美味しいです。そして何からいこっかな。サマーからいこうかな。ねえ、ローズコンフィチュールのサマー、どんな味でしょうか。ちょっと楽しみだな。うお、うわー、こんな感じですね。うんうんうん、トロットロですね。ほう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 、さあどんな感じだろう。うわ、すごいねえ。うわー、ちょっとね、もうこう花びらがこうね、もうね直接入ってる感じですね。もう、うわー、こんな感じで花びらたっぷりという感じですけども、うわー、どうなんだろう、楽しみだな。うわ、ちょっとこれ花びらたっぷり、よいしょ、これで乗せていただいてみましょうか。さあさあ、いただきます。うん、うわー、とても爽やかなバラのこのダマスクな香りが鼻から抜けますね。ああ、すごいリッチな気分になります。ああ、なるほど。よし、じゃあ今度はこちら。もう贅沢、もう3つ開けちゃう、スプリングいきますよ。どうだろう、わっ、スプリングはちょっとね、こんな感じの少し色がね、サマーよりも薄い感じでしょうか、ね、ちょっと色合いが違いますけども、どれどれね、これね、もうね、変質を避けるためにね、しっかりとした瓶にね、この白い瓶に入っておりますよ。ねえ、高級感がすごいありますけど、さあどうだ、スプリング、スプリングはサマーと比べてね、ちょっとね、少しとろみが多いですね。スプリング、どうでしょうかね。うわ、ちょっと贅沢に乗せちゃいますよ、こんな感じで。リッツパーティーいきますよ。どれどれ、うん、うわ、なるほど、スプリングはちょっとダマスク&フルーティーという感じでしょうかね。あ、そうか、リンゴペクチンが入ってるんで、ちょっとね、ダマスクプラスフルーティーがちょっとね際立つ感じですね。とっても美味しいです。うひょー、そしてこちら、
ねえ、ゆずはどうだろう。ゆずはもっとさっぱりするのかな。ねえ、ゆずとリンゴペクチンが入っている、とってもリッチですけど、色的にはね、先ほどのスプリングと比べると同じような感じですね。はい、さあさあさあ、お味はいかがでしょうか、ね、うわちょっとね、スプリングと比べてさらにゆずはね、もっとこうとろっとしてますね。おー、こんな感じなんだ。よーし、もうね、ものすごく濃厚なんでね、ちょっとでもいいですね、つけるのは。ほんのちょっとでも。すごい味わいがありますので、さあゆずいきますよ。どうかな。うん、あ、うん、ゆずはゆずでね、あ、バラとゆずってこんな合うんですね。このダマスクのこのバラの香りにゆずのね、爽やかさがね、とっても合います。いいね、どれも、とっても美味しいです。どうなんだろう、まずはサマー、もう一回いってみようかな。サマー結構トロトロですね。ね、ちょっとゼリーみたいなとろみがありますけど、もうほんのちょっとでもね、すごく美味しいです。おー、うまい。やっぱね、バラ本来の味わいを味わうならサマーがおすすめでしょうかね。えとってもね、ローズテイストですね。そしてこちらのね、はい、スプリング、こちらもほんのちょっとでいいっていうことが分かりましたよちょっと贅沢につけすぎました。スプリングは、ダマスク&フルーティー、はあ、ねえ、なんかまるでね、ローズポンパドゥールを食べてるような感じですかね。とっても美味しいです。そしてこちらですね、ゆず、ね、どれも本当にね、とっても美味しいです。ほんのちょっとでね、十分ね、美味しいです。ちょこっと添えるだけでこんな感じでいいと思いますよ。ゆずはゆずで、トコさんも勢い余ってね、一口で食べてましたけど二口ぐらいに分けてね味わいながら食べてもいいと思いますねバラとゆずがまた合うんですよ、これが。そしてこのね、ローズリーフティーを飲むというね、もういずれもね、無農薬栽培でね、この育てたバラとね、バラの花びらとバラのこの葉っぱでね、作ったお茶、もう最高ですね。ローズリーフティーもね、前回動画出しましたけども、すっ
きりとしてものすごく飲みやすいですよ。いいですね。このローズウォーターを体につけて、そしてこのローズリーフティーを飲みながら、このローズコンフィチュールを味わう、ねえ、バラ前の前で、なんて贅沢なひとときなんでしょうか。いやとってもリッチな時間です。もうぜひね、皆さんね、ここぞという時、はい、このとっても素敵なローズコンフィチュールいかがでしょうか。もうどうくーちゃん、とってもいい匂いだね。くーちゃんもね、飲んでみる。とってもすっきり美味しい。くーちゃんも今度一緒に食べようね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。ねえ、中井ローズファームさんのね、ローズコンフィチュール、そしてこちらのローズリーフティー、それからこのローズウォーター、ね、炭酸水に混ぜてもね、バラの炭酸水ができますし、いろんなねグッズがありますのでね、ぜひぜひ中井ローズファームさんのねホームページ遊びに行ってみてくださいね。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね。また見てね。